さんどうも、ジョーダンです。たまにはちょっと挨拶めちゃめちゃにしようかなと思いました。これだけ長いこと同じ挨拶やってると脳内の中ではちゃんと聞こえてるようなもんなんですね。というわけで、長らくお送りしておりましたブルックナー交響曲第7番、今日で最後の解説動画となりました。第4楽章4回目、251小節目から残り全部を解説していきます。まず251小節目からのこの2小節間はオクターブの TBC で分かれています。で、インのパートはハを2からスタートしてこのような形ですね。で、アウトのパートもハを2からスタートして先ほどのインの形と同じように取ればこのディスとヒスをまとめて第2第3の中間ポジションで取るようにしてください。257小節目からポジションを説明していきます。最初の A は4からスタートしてハーまでをゲーセンで取った後、ディスからベーセンに移ります。で、次もチスまでをゲーセンで取った後、200目の R からベーセンに移ります。はい、ここまでよろしいでしょうか。そしてまたオクターブ上がったディスは第6第7の中間ポジションを使って3で取ります。で、親指ポジションが使える方はこう左手は動かさずにフィスを1、エイスを親指で取っていただきたいと思います。次はポジションの兼ね合いがありますので、ここは第5第6の中間ポジションを使って4、2と取ります。ここまでこのような形となります。263小節目から270小節目、ここまでのボーイングは基本的にダウンダウンアップアップの繰り返しとなります。で、ポジションですが基本的に一拍感を同じ弦で取っていただきたいんですが、例外が3箇所だけありますのでそこを先に説明します。まず267小節目一拍目のジスとアイス、ここは前後のポジションの兼ね合いがありますので4、1と異弦して取っていただいて構いません。で、269小節目一拍目も同じようにここも4、1と異弦して取っていただいて構いません。で、3つ目は270小節目の3拍目、ここはアーと必須になりますので音程の感覚がありますのでデーセンとゲーセンでここは異弦して取っていただきたいと思います。263小節目まで戻りまして、今の場所まで通して演奏します。第5ポジションを使って4で取っていただきたいと思います。で、次がアイスになりますので1つに跳躍して、で、跳躍したアイスは3で取っていただきたいと思います。で、このポジション移動ですが1と3で取った方が距離的には有利に見えますが、3を1回離さないといけなくなりますので、跳躍した時の形が安定しないのでちょっと音程が取りにくくなります。その反面4で取った場合は3をしっかり押さえた状態で跳躍することができますので、距離はありますけれども跳躍した先のポジションがしっかり安定して押さえることができますので、4、3で跳躍することをお勧めしたいと思います。281小節目のポジションを説明していきます。最初の S はハーフポジションからスタートして、で、次の Des は1まで跳躍して、第2第3の中間ポジションを使うと最後のアスまでまとめて取ることができます。289小節目からのポジションももう第2ポジションからスタートしてまとめて取っていただいて構いませんが、もう少し難しいポジションに挑戦したい場合はあえてベースからスタートしてもう全て押さえて取る方法もお勧めしたいと思います。299小節目は冒頭の11小節目の再現になります。その次はこのフィスを2で取って、あとはヒスからゲーセン1本で取れる形になります。その先のポジションですが、ここはもうハーフポジションで横で取っていただいても構いませんし、あるいは A を R 線で取っていただいても構いません。
303小節目後半のポジションは、ここは次の小節のアスの2が出てきますので、32分音符の芸は押さえて冷線で取っていただきたいと思います。次もここも冷線1本で取っていただきたいと思います。でその後はここはもう横で取っていただいて構いません。ポルティッシモになりました。306小節目後半はここはベーから始まってハーになりますので、第1ポジションでまとめて取るようにしてください。ここがちょっと辛いですけれども、ここはゲーセン1本でできるだけ取っていただきたいと思います。その後もで次の310小節目311小節目の間もこのハーから一気にゲーセン1本でフィスに跳躍していただきたいと思います。で今止まりました小節はこのボイングはジスをダウンで入ってダウンアップと弾き直していただいても構いませんし、比較的テンポが速ければこのようにアップアップと続けていただいても構いません。で最後ハーのオクターブはここでかなりギャルな音がありますの でダウンダウンと弾いていただきたいと思います。でさらに3拍目でリタルダウンをかけるのであれば、ここで1回分返りをしていただいても構いません。315小節目から第4楽章のコーダ、トレボドが入ります。ここは第1楽章のコーダと同じような形が続いていきます。で、その後クレッシェンドがかかって、ポルティッシモまでいきますが、指揮者によってはもう少しポルティッシモを抑えてほしいというふうに要求される場合もありますので、326小節目で改めてポルティッシモがありますので、まあ、それも兼ね合いまして、もう少しちょっと抑えてほしいというふうに要求がある可能性もあります。その326小節目後半からのポイントですが、ダウンアップアップと弾くようにしてください。で前半のこの A のオクターブはダウンアップと弾いていただいて構いません。次も同じですね。はい、ここは今ポジション取っていますように、チスとディスはもう威厳して取っていただいて構いません。331小節目から最後まではフォルテ3つの取り戻りになります。で最後の小節は A がオクターブ下がっていますので、第1楽章はそのままでしたが、ここだけ勢い余って間違えないように注意してください。はい、最後まで解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、全体を通じてもう難しい部分と優しい部分の差が本当に大きい交響曲になっています。当然難しい箇所に重点を置きながら練習していただくんですけれども、休みの部分も長くなっていますので、どこで何の楽器が入るのかというのも必ずスコアを見て確認する練習も同時に行っていただきたいと思います。まだ全編ご覧になっていない方はまた再生リストから順次ご覧いただけたらと思います。ブルックナー交響曲第7番の解説をこれで終了いたします。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。